おはようございます。今日は11月の23日、勤労感謝の日です。時間は、朝の9時10分です。今日は、甲州高尾山に行きます。甲州街道から、ここなんかお寺がありますね。お寺のところから柏尾山薬師如来、なんかそういうところから登山道に入っていきます。登山道です。今日は本当はね、なんかなんとか不動の方から行くはずだったんですけど、なんか林道が工事中で車も入れないし、歩行者もなんか歩けないって書いてあったんで、ちょっと急遽変更して柏尾っていうところのあたりから行くことになりました。なんでちょっとコースタイムが倍ぐらいかかっちゃうかな。まあでもまだそんながっつり登る山じゃないんで大丈夫だと思います。はい、出発から10分経ちました。鹿柵の扉を通っていきますね。はい、ガシャーン。なんかちょっと急登の予感。なんかここ前はブドウの木があったらしいですけど、今は空に変わってしまいましたね。なんかほんとこういうとこ多くて、いやね、こんなに綺麗な景色なのにね、もったいない。はい、出発から30分経過しました。フェンスのところの道標ですね、間違ってフェンス沿いにちょっと行ってしまい、多少時間をロスしてしまいました。土俵のところでこう斜め上に上がっていく道があるんで、間違いないように、まあ普通の人は間違いないか、大丈夫だと思いますんで、くれぐれもフェンス沿いに行ってしまわないようお気をつけください。こういう土俵ね、はあ、いやこっちも急登ですね。先週の十二ヶ岳もきつかったけど、ここもなかなか、なんか稜線歩きでなだらかなようなこと聞いてたんだけど、そんなことないですね。あ、でもなんか全然人はいないです。はい、出発から約45分ぐらいで、柏尾山に着きました。これ鉄塔が目印ですね。はい、はい、柏尾山です。なんかてるてる坊主みたいな可愛いのいますね。はい、ここからは尾根道を緩やかに行きたいものですね。はい、出発から1時間が経ちました。大好きな土栗に会いました。トントントン、あれ出ない、あ、みんなに出されちゃった、あら残念、終わっちゃったんだ、戻してあげよう、あ、うまく戻んない、よし、これで OK。 はい、土栗に会うまではなだらかなとこだったんですけど、その直後からまた土急登が始まりました。
いや、きついわ。はい、出発から1時間10分ほどが経過しました。やっと土急登が終わって多少なだらかな登りになりました。いやー、急登ね、登るのはいいけどね、やっぱり下りが怖いですよね。下りはね、怖いから取らないんですよ。危ないから ね。あとあれですね、靴が、登山靴が買って3年目なんですけど、もうそろそろすり減って買い替えたいなーって思ってるんですけど、なかなかどうしようかなって感じで、次何買おうか考えてるんですけどね。この動画いつ出すのかわかんないけど、出る頃には買い替えられてるといいなーって思ってます。いや、ずっとこういう店だったらいいんだけどね。はい、出発から1時間半が経過しました。いや、多分ここが最後の登りになるとは思うんですけど、まあすごい土急登ですね。いや、ほんとここねあれですね、帰りストックないときついと思います。いや、獅子をストック持ってないから大変だと思う。怪我しないようにゆっくり降りないとね。またこの落ち葉とね、どんぐりがくせ者なんですよね。いや、本当気をつけないと。よいしょよいしょ。景色はいいんだけどね。ちょっと富士山見えてきましたね。1時間40分経過しました。ちょっと見えないかな、これで。どうだ、見えないか。だいぶね、富士山が8合目ぐらいまでかな、見えるようになってきました。となんか向こうにガードレールが見えるんで、そこで林道に突き当たるのかな。ちょっとね、もうちょっと行ってみると分かると思います。いや、林道手前なんですけど、土ぐりがいっぱいありますよ。うじゃ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 、出るかな。はい、トントントン。ん？詰まってるっぽいけど。お、出ました出ました出ました。パフパフパフ。ちょっと手が汚れちゃった。トントントン。あ、これ開いてないな、まだ。これからです。はい、パフパフパフ。金髪金髪。パフパフ。あ、手が汚れてしまった。はい、今そこから出てきて、林道を渡って、はい、今度こっちですね。またなんか立派な鉄塔があります。ここが山頂ってわけじゃないのかな。はい、出発から約1時間50分で、甲州高尾山剣ヶ峰で合ってるかな。はい、到着しました。1091メートル。こっちにも書いてあるね。なんて読むんだろう。はい、なんかまだ、山頂っていうのがまた別にあるんですね。はい、じゃあもうちょっと歩きます。はい、さっきの剣ヶ峰から5分ぐらい歩いたところに、ロレスが回らない、5分ぐらい歩くと甲州高尾山山頂に着きました。あれ、こっち1106って書いてあるけど、こっち1092ですね。
何が違うんだろう、よく分からんけど。で展望は、見えるかな。はい、ちょろっと富士山で、一応あの南アルプスの方も見えます。なんか昔火事になって丸坊主になったって聞いてたけど、まあ、それから何年経ったのかわかんないけど、すごい勢いで生えてるんですね、切って。いや、あんまり見えなくなっちゃいました。はい、お、ちょっと富士見台に向かってるんですが、ちょっと開けたところが出てきたので、はい、バーン、これでどうよって感じですね。いい眺めです。ここが富士見台で十分じゃないでしょうかって思うんですが、もうちょっと先らしいんで、もうちょっと行きます。はい、富士見台に着きました。さっきね、さっきのところで十分じゃないかって言ったんですけども、いや、こっちで正解です。いや、素晴らしい。いや、急登登ってきた甲斐がありますね。こっち、こっちが山頂じゃないっていうのが不思議なぐらい、まあ、ピークにしたらちっちゃいからしょうがないのかな。いやー、でもいい眺めです。最高。はい、じゃあ今日はあとはうどんセンターに寄って帰ります。お疲れ様です。今ね、あの師匠がここは富士見台じゃないって言ってたんで、富士見台はね、もっと先らしいです。でも今日はね、ここで満足しちゃったからここまでにしますね。はい、じゃあ改めてお疲れ様です。